絶対に食べてはいけない虫がこちらです。オープン。お、黒くて光沢のあるアリのような見た目をした虫がいますね。メタリックブルーのような綺麗な色をしていますね。この虫の名前は土半妙です。ヒメツチハンミョウという種類で春と秋に姿を現します。卵を持っているのか、お腹がぷっくりと膨れています。落ち着きがありませんね。ピンセットでつまみます。ほら。ほら。お！ピンセットでつまんだ瞬間、体を縮こませて落ち着きました。ほら。まるで死んでいるかのように縮こまって動きません。ほら。全く落ち着きがありませんでしたが、今はまるで死んでいるかのように動きませんね。これは死んだふりです。襲われたと思い、死んだふりをしているだけですね。天敵から身を守るための一つの手段ですね。そしてこの土半妙、もう一つ強力な護身術を持っています。それが毒です。身に危険を感じると、死んだふりをしながら、関節の隙間から毒液を出します。カンタリジンという有毒物質が含まれたやばい毒液です。それでは実際に出させましょう。ほら。死んだふりをしていますね。刺激すると。お！出してる出してる。足から黄色い毒液を出しています。面白いですね。こちらです。この液に含まれているカンタリジンという物質はわずか数十ミリグラムで大人が死んでしまいます。昔忍者が粉末状にして暗殺に使っていたと言われるほど猛毒です。要するにこの土半妙を数匹食べると死んでしまいます。スズメバチやムカデは火で加熱すると毒を無効化できますが、土半妙の毒は加熱しても意味がありません。というわけで、こちらの死んだ土半妙を解剖して観察します。死んだふりではなく、本当に死んでいます。お腹がパンパンですね。こちらはメスなので、卵を産むためにお腹が発達していますね。この土半妙、なんと4000個以上の卵を産みます。ちなみに、生まれた土半妙の幼虫は、花や葉っぱの上に登り、花鉢に張り付きます。そして、花鉢の巣に侵入し、花鉢の卵や花粉を食べて成長します。それでは、お腹の中がどうなっているのか、開けます。オープン。黄色い卵がパンパンに詰まっています。すごいですね。うわうわ。とんでもない量です。毒と同じような色をしていますね。毒のカンタリジンも含まれている可能性があります。危険な卵ですね。こちらが土半妙の卵です。黄色で毒液と同じ色をしていますね。このような塊がパンパンに詰まっていました。大量に卵を産むことができますが、近くに花があり、花鉢に寄生できたものだけが成長できるので、幼虫の生存確率はかなり低いです。餌を与えます。与える餌はこちら、レタスです。ほら、食べてる食べてる。レタスにかぶりついていますね。ものすごい食欲です。ほら。手渡しでも食べてくれますね。まるでウサギに餌を与えているようです。食べてる食べてる。